ゆきです。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、理想的な未来へ近づく方法をお伝えします。よろしくお願いいたします。人は、なりたい自分の姿を強くイメージすると、その通りになれると言います。これは本当のことです。なりたい自分の姿を強く強く思い描きながら努力していくと、 脳に備わっている変化する力が働くようになるんです潜在的な能力が引き出されるようになります努力をしていけばさらにあなたの能力は磨かれていって本当になりたい自分へとどんどん近づいていきますスポーツの試合の前に選手がイメージトレーニングをしていますよねどの選手も 自分が成功する姿をイメージしていますイメージトレーニングは自分の能力を伸ばしたい人にとってもはや当たり前のことだといえるでしょうなりたい自分の未来像は今のあなたを助けてくれる存在でもあるのをご存知ですかもしあなたが今 何かに詰まって進めなくなっているなら未来のあなたに質問してみるのが解決への早道です未来のあなたは今現在のあなたを超えた存在ですから解決策が分かっているんです例えばあなたは今資産となるブログを作るために頑張っているとします頑張ってはいるものの 小さなハードルにつまずいて気持ちがへこんでしまっている状態です。このような状態からは一刻も早く脱却すべきですよね。そのためには、すでに資産となるブログを作り上げて、勝利の笑みを浮かべている未来のあなたに解決方法を質問してみるのが早道なんです。やり方は簡単。まず、あなたが抱えている悩みや不安、 不安をノートに書いいててみてください例えば「毎日忙しくてブログに使える時間が少ないのだけどどうやって解決したの?」「記事のネタはどうやって集めていたの?」「わかりやすい文章を書くためにはどうしてたの?」「アクセスがなかなか集まらないのだけどどうやって伸ばしたの?」 他の人のブログは素敵に見えるのだけど自分のはダメダメに見えるのどうしたらいいなんて感じでいいです。ノートに質問を書き上げたらあなたが未来のあなたになりきって質問に答えていきます。未来のあなたは今のあなたの問題をすべてクリアした理想の姿なので 悩みや不安を解決する方法を知っています。未来の自分を自分で演じて、今の自分の質問に親身になって答えてあげてください。質問に答えていくうちに、これまで気づかなかった解決方法や、悩みに対する答えが見えてきます。自分の悩みを第三者的な視点で見ることで、 冷静な判断ができるようになるんです。理想とする未来の自分の姿を演じることで、より強くイメージすることにもなるんですよ。理想的な未来へ近づくための方法でもあるので、おすすめします。この方法、本当に効果があります。ぜひ試してみてくださいね。最後まで動画をご覧いただき、 ありがとうございました。頑張っていきましょう。